20年以上前、自分小学3年生くらい、母子家庭の友人の母親がどう見ても毒親だった。友人は腕や顔にもあざがあったし、友人の家に電話しても後ろから怒号。遊びの誘いに家に行くと、どこに行く気だと玄関まで追ってきて怒鳴りまくる。さすがに学校も何かしてたとは思うんだけど、子供目線では何もしてないに等しかった。一回家出してうちに来なよ、あんな怖いお母さん嫌でしょと言ってしまったら、その友人は若干ムッとした口調で、私が赤ちゃんの頃ぬいぐるみを買ってくれたことあるって言い返された。今思うと無神経な物言いだった。友人の家はいわゆる集合団地で、エレベーターはなく狭い廊下があった。また懲りずに遊びに行こうとしたら、ちょうど友人の親が階段の上にいて鉢合わせ。またあんた来たのね、うちの子を誘わないで。鬼の形相が怖くてうなずきながら帰ろうとしたら、その母親のサンダルが壊れたか何かで足を踏み外したのか降ってきた。言葉通り宙を舞うって感じ。悪意があったわけでなく、反射的に避けてしまって、友人母はそのまま顔面から落ち、ガタ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 とすごい音で転がり落ちていった。生まれて初めて血たまりができる瞬間を見た。ドラマの死体と同じだと震えてたら、少しだけ頭が起き上がって、何してんのよ、救急車呼びなと怒鳴られて、またすぐに失神した。怖くてこのまま友人家に駆け込んで救急車を呼ぶか、家には友人が留守番してたはず。ここからでも叫べば通りには大人がいるはず、というか一番近い適当な家の人でもいいはず。すごく迷ってと言っても、実際は数秒ふと、あれ、このおばさんいなければもっと友人とたくさん遊べるのではと思った。その時友人母は手足や指がピクピクしてて、一応生きてる風だったけど、見捨てて逃げた。もしこのまま大した怪我じゃなかったら、私が見捨てたことばらされるかもなと考えたりもしたけど、もしかしたらうまくいくかもと全力疾走。結局友人母はそのままそこで亡くなってたらしい。同じ団地の人が見つけてた。友人は最初こそ落ち込んでたけど、祖父母と暮らすようになってから父方なのか母方なのか不明、少しふっくらして可愛い髪型をして、母親が死ぬ前より生き生きとしてた。今はお互い家族を持ったけど、定期的に連絡を取ってたまに飲みに行ったりする。母親の事故の話は私からは一度もしてない。友人はあの母親に引かず、ずっと友達を続けてもらえて嬉しいとことあることに言ってくれる。見捨てたことが黒いのがもちろん、虐待がやめさせられるとかそういうことより友人と遊びたいという気持ちが最優先だというのが秘密。あの事故現場にいたこと、その後の行動、自分の親にも旦那にも友人にも言ってない。知ってるのはあの時死んだ虐待ババアだけ。